尼崎事件、一番悲惨な犠牲者と言われる元私鉄職員家族。一連の犯罪の中で、最も恐ろしいのは、阪神電鉄に勤務していた川村弘之の事件だ。川村家と隅田美代子とは、全くの他人同士だった。隅田美代子と関わらなければ、川村弘之たちは、幸せな一生を終えただろう。隅田美代子は、些細なことでクレームをつけて、 そこから金銭を奪い取ることが日常化していた。不運にも、河村博之と隅田美子が接触してしまったのは、業務上での隅田美子からのクレームだった。河村家の家族構成。河村姫は大江由美と結婚。二人の娘がいる。妻の実家である大江家と同居。大江家は、母親の大江和子さんと彼である。河村家は四人。 大江家は二人と合計六人家族であった。ヶ崎市中部にある三階建て住宅には、今も、大江、川村と、二つの表札がかかっている。近隣住民によると、大江さんの先代からの家で、由美と娘二人、当時夫だった川村博之も同居した2003年、三階建てを新築し、仲良く暮らしていたという。建物は川村博之名義で、 土地の名義人は大江和子さんであった。河村家と隅田美代子の出会い。2009年4月、孫が乗ったベビーカーが阪神・出屋敷駅で電車のドアに挟まれた。大事な孫が怪我でもしたら一体どうするんやと、隅田美代子は駅に怒鳴り込んだ。この恐怖のクレームに対応しなければならなかったのが、助役の河村博之だった。隅田 話し合いが必要だという。謝罪のため、河村博之と上司は、約20回も、墨田美代子の自宅へ、昼夜を問わず呼び出され、話し合いが行われた。その際、いとこ塗りまさのりを同席させ、この子は、ずっとヤクザやってたんや。怒らせたら何するかわからんと、威嚇。50歳を超えていた、墨田美代子の年季の入った土性は、相手を怯えさせた。墨田美代子は、 口が形つ営に威圧的で恐怖を感じたこともあったようやく解決したのは4ヶ月後の8月に河村博之と上司で会社方針3万円に対し自腹で18万円払う要求は20万円だが住田美代子は18万円を受け取る法外な高額賠償金の申し出に困った河村博之と上司は水にを切って住田美代子を接待し 和解することに成功するが、墨田美代よこは、頭の低い河村博之に目をつけた。会社が3万と言いおるのに、勝手に18万出したと、会社に行ってもいいんか、会社にバレたら困るやろと、弱みをつく。河村博之の会社上司も、連日の話し合いの苦痛で退職まで考えたが、会社の顧問弁護士が間に入り、す田美よこと距離を置くことができたために、退職を免れた。河村広行は、 よかれと、思い隅田だ横の怪獣機に、直接の関係を保ったことが、上司との違いになった。隅田だ横にとって、交流を大事にする河村博之は、上司より扱いやすく、隅田だ横は、河村博之に、怪獣の的を絞った。次第に河村家に介入していく、隅田だ横。その夏、クレーム処理のさなであるにもかかわらず、なぜか、河村博之、42は、 妻の由美41を連れて、隅田美代子のマンションへ遊びに行っている。その時の状況を、川村博之は、後の法廷で、隅田美代子に、応対中、時計をちらりとも見ず、真剣に対応する姿勢に感心していると言われた。少し気に入られ、不満や相談を打ち明けるようになったと振り返っている。たびたび川村博之を呼び出して、笑顔で食事を振る舞う。 2009年12月に川村博之は無理やり2万円貸される。返済しようとしても今忙しいと応じない。食事会の費用を誰が払うか明確にしておかない。子供たちを見たいと言い食事会に連れてこさせ人質にする準備。警戒していた川村博之も家族や仕事の愚痴をこぼすようになる。それを隅田見横は待っていたのだ。 川村博之の不満につけ込み、気づくと、隅田美代子は川村家に乗り込んでいたのだ。2010年2月14日のバレンタインに、川村博之にチョコが届き、お礼の電話を入れた時に、表現が始まる。去年12月に貸した2万円について、お前、あの2万度ないなっとんや。絶対許さん。親戚者とも、一家無茶苦茶にすると、脅してきた。 食事会の費用の支払いについて、墨田美子のマンションへ呼び出される。ついに、河村博之の自宅に乗り込んできて、因縁をつける。2010年3月には、河村博之と妻の由美が泣きながら公園で土下座し、墨田美子が、河村博之の頭を足で踏みつけているのを、近所の人が目撃。顔が腫れ、歯が折れるほどの暴行であった。 出会いから1年後の2010年4月頃には小学生だった2人の子供だけで、隅田美代子の自宅マンションへ遊びに行くようになったという。河村博之は、隅田美代子に、夢はないのか、と問われ、家族で喫茶店をやりたいと話すと、知り合いを紹介し、土地を探してくれた。今の年齢なら、最後のチャンスや、熱心に退職を勧められ、迷うそぶりを見せると、今更何を言うとる。 決断できん男は最低やと責められた。河村博之は後に引けなくなった。河村博之は、会社を辞めないなら家族をめちゃくちゃにしたるわ、お前が辞めへんならうちが辞めさせたるなど、毎日怒鳴られ続け、退職したらこの日々が終わると思った。阪神電鉄は反対するが、隅田美横が河村博之の会社に乗り込み、なんで辞めさせへんねんなどと担当者に詰め寄る始末だった。 住宅ローンや娘二人も抱えていたため、同じく、河村博之の妻、由美も反対し夫婦仲は冷却。離婚話にも発展し、そこに仲裁を買って出た隅田美代子は、李正則や隅田瑠を伴い、週に、一度、河村博之の家族、親族を集め、家族会議を開催する。2010年4月、喫茶店開業を目指し、二0年間勤めた阪神電鉄を退職する。 三横からら高級食器を送られ恩すら感じていたしかし、捜査関係者などによると、開店資金となるはずの約900万円の退職金の一部や、消費者金融からの借金数100万円は、隅田美代子に渡っていた。まず、巧みな嘘を重ねて、川村夫妻を対立させ、川村弘之を退職に追い込む。川村弘之を、阪神電鉄という一流企業から切り離して孤立させたのだ。 個人は弱いことを隅田美代子は知り抜いていた隅田美代子が狙っていたのは川村家の金融資産と退職金そして家だった2世帯住宅だった大江川村家に乗り込んだ隅田美代子は隅田美代子ファミリーの入れ墨男たちを使って暴力と恐喝で縛っていく心を奪われ隅田美代子の思い通りに動く操り人形のようになってしまった両家の人々は全てを奪われてしまう 川村家、大江家を乗っ取る三代子。退職したら競馬はやめる。2010年夏、川村博之が、妻の由美と交わした約束を破ったのがバレた。由美は隅田三代子に相談し、さらに、夫の浮気話を打ち明けた。隅田三代子は、川村に、あんたには、あの女は会わない、由美らを家から追い出せと、由美と共に、川村博之に離婚を迫った。 2010年の10月、川村博之と妻の由美の離婚問題をめぐって家族会議が開かれるようになると、子どもたちは学校に通わなくなった。そればかりか、墨田さんの子になりたいと訴えさせた。離婚問題で、由美の姉のカや母親の和子さんとともに、川村の兄、45、が呼ばれ、家族会議は5人に拡充した。川村之は兄に 隅み美みよ子を相談に乗ってもらっている人と紹介。お茶の入れ方がなってへんととなった。兄は危険な人だと直感したという。ユミは子供からお母さんいつもありがとうと手紙をもらうような母親だったが、隅み美みよ子はユミは育児放棄していると罵倒し、小学生の娘に悪口を吹き込んだ。河村博之の兄が語る。離婚の話とか子供は 生々しい話を全部聞かされている状態。最低の親、最低の親と言われる。子供からすると、そんな最低の親のところには、絶対帰りたくない。顔を見るのも嫌という状況を作り上げられてしまった。親族は、話というより、拷問にあっている感じで、毎日一日16時間延々と繰り返され、寝る間もままならなかった、と10回する。隅田三横らは、 あらかじめ、河村弘之と由美の子供たちを、自分の家に預けさせていたため、会議を断ることも難しかったのである。挙句の果てには、由美を、売春宿、飛び立新地で働くよう強要した。そして、2010年11月に離婚する。しかし、隅田美代子の催す、会議はまだ終わらず、連日の召集になり、食事や排泄制限、暴力までが入り始め、 川村博之の妻の姉、大江かは、会社をクビになってしまった。かも、婚約者と別れるよう強要され、婚約破棄をした。2010年の12月、由美と離婚した川村博之は、3階建ての2世帯住宅の自宅を出て、隅田美代子の指示で、墨田家のマンションの前の22平方メートルのワンルームマンションに居住するが、やがて、娘の養育の責任を口実に、 大江一家全員のワンルームマンション移転を迫り、わずか一部屋に6人が雑居することになってしまう。2010年暮れ、本当は妻と喫茶店をしたかったという河村弘之の一言に、話を蒸し返したと激行し、自宅に河村弘之ともと妻の由美を呼んで、連日のように家族会議を開いた。隅田美代子が怒り出すと殺されるのではと思った。 人生で感じたたことのない恐怖だった川村弘之の兄は家族が絡め取られていった会議をこう振り返る居眠りすると殴られた隅田美代子が寝ても良いと許可するまで家族会議が続くまた親族によると家族会議は2010年10月から2011年2月隅田美代子宅などで十数回開催隅田美代子の義理の娘 隅田類二十七、と、李正則も同席。隅田美代子が呼び出して、会話を仕切る形で進行し、帰宅や仕事を理由に欠席することは、許されなかった。2011年1月、隅田美代子は、河村博之の二人の娘を自宅マンションで預かるようになり、家族は崩壊状態になった。子供たちが、隅田美代子の影響下に置かれたことで、家族の崩壊は加速度を増していく。 子供が人質に取られると、子供らは、目つきと喋り方が氷変し、親、河村への態度とは思えないほどだった、河村兄の証言。ユミは、当時マルチ商法を手掛けていた。その社名をもじり、子供たちは、母親を、マルバツ聖人、成人と呼んだ。父親は、河村、祖母の大江和子さんのことは、ババア。娘二人は、 母親である、弓を叩くこともあった。人質を取られ、生活費はどないするんやと迫られた、川村博之と弓は借金を重ね、川村の兄へも、金の無心をするようになる。午後8時に始まった会議が、翌日の昼まで続くこともあった。最後は、隅田美代子の意に沿う答えを探して、早く終わらせることだけを考えていたと、川村博之の兄は言う。やがて、 会議のテーマは、子どもの養育と、二世帯住宅の処分に絞られた。話し合いは朝まで続き、疲れ果てて居眠りすると、隅田美代子に怒鳴られた。河村弘之が、もう一度、弓とやり直したいと言ったときのことだ。隅田美代子は、まさ殴ったれと、利政則に命じた。これを境に、会議に暴力が加わるようになる。隅田美代子は、 実動部隊が何百人といると、マサを呼んで、川村とユミを、兄の前で顔が腫れるまで殴らせた。兄は、隅田美代子が、弟夫婦、川村とユミを脅し上げ、暴行を加える場面を何度も目にし、その恐怖は、今も頭から離れない、反論したら5倍、10倍になって帰ってきた。頭の回転が早く、思い通りに家族会議が進められた。長時間立たされたり、 正座させられた、河村の兄の証言兄が見た正座は、8時間近くに及ぶ。矛先はユミにも向かった。子供を虐待していたやろ。連日の家族会議で、意識が朦朧とする中、ユミが認めると、隅田美横は、責任を取って死ねと罵り、殴った。他人の私が殴っているのに知らんぷりか。身内がやらなあかんやろ。この言葉で、家族は、互いを責め、 殴り合うようになる。睡眠や食事、排泄は、隅田三代子らの許可が必要で、生活環境は劣悪だった。誰が責め、誰が責められているのかわからない。何も考えられず、言われるままに暴力を振るう。そんな異様な光景が、河村家の日常となっていった。河村博之の母親が、周囲から長時間経っているよう命じられたり、 父親が張り倒されたりしたこともあった。暴力もエスカレートした。河村の兄の警察に相談しろに、河村は、力なくお世話になっているし、言いなりになるしかあらへんと抵抗する気力を失っていた兄証言。河村博之の親族は、2011年2月に、勤務先や親戚宅に避難し、河村博之との連絡を絶った。兄が距離を置こうとすると、隅田美代子の指示で、 川村らは、兄の職場まで押しかけた。兄は、連れて行かれたら殺されると感じ、会社の寮や知人宅へ身を隠し生存。兄は、逃走までの4ヶ月に参加した家族会議は十数回と証言。何日も続くことがあった。2011年2月頃、兄が逃走した後、矛先は、川村博之の父親75へ向かった。 父親宅へ、隅田美代子らが怒鳴り込んだ。夜通し、生活費を出せなどを大声。4から5日居座った。父が出て行くよう求めると、河村は、悲痛な表情で、謝ってくれと繰り返した。父親は、トイレに行くふりをして逃げ、以来逃げ回り生存。親族は、取材に、私は、何とか追跡を振り切ったが、 同じ立場だった和子さんや彼は最後まで逃れられなかったと話した。さらにエスカレートする、美代子らの虐待行為で、ついに死者が出る。河村弘之の証言、初めて、身内に暴力を振るうようになったのは、2011年4月頃、食事制限の中で、由美が、チョコレートを隠し持っていたと、隅田美代子が見つけ、殴る蹴るの暴力、タバコの火を、由美の瞼に押し付けた。隅田美代子が、 川村に、私が殴っているのに知らんふりか。身内がやらなあかんやろ。身内のことは身内で正せと、指示。川村博之も、平手で、弓の顔を叩いた。弓の姉の貝も、これに続いた。そんなんで曲がった小宗が治るんか、力を入れんかい、と言われ、川村博之は、思い切り弓を殴るようになる。川村博之は、思い切り殴ることに、 抵抗はなくなっていたと述べている。彼の証言、激しい暴力を目の当たりにして、隅田美代子の思うようにしか動けなくなった。家族に暴力振るうことに、最初は抵抗を感じていたが、徐々に感情をなくしていった。隅田美代子が怒るかもしれないと考えると、自分から暴力を振るうようになっていた。家族の信頼関係は完全に崩壊し、こうした中、ついには、 2011年4月に一緒に暮らしていけないと大江家の祖母大江和子さんが脱出し東京の親戚宅に逃げただが逃げた先が親族の場合は弓やカエにお母さんを探しているお宅にお邪魔していませんかと電話をかけさせまくりすぐに見つかる見つかれば弓やカエを連れて隅田美代子と利政則がその家に行き弓やカエを前面に出して交渉させ お母さんの面倒を私たちが見るので、連れて帰りますと言えば簡単に連れ戻されてしまう。和子さんが逃亡していた間の2ヶ月、角田美代子の指示で、川村博之が、由美と彼に虐待をし、彼は、由美に虐待をした。川村博之は、彼を何度も殴り、左目の上に、タバコの火を押し付けた。角田美代子が、由美に、タバコの火をまぶたに押し付けたのと、同じことを、 河村が彼にしている。彼の証言、弓を殴るのが日常化していて、暴力に対する抵抗がなくなっていた、隅田美代子のユミが、ユミの子供を虐待したという話を信じて、弓を軽蔑し、隅田美代子からやられても仕方ないと思った。そのうち、私が率先して弓を殴らないと、家族会議で怒られる状況になった。二ヶ月後の2011年6月に居場所を突き止められ連れ戻され、 ワンルームマンションの一室で再び同居生活が始まった。ユミの長女だけは、隅田美代子と生活を続けた。ワンルームでも家族会議は続いた。子育てなどあれやこれやと反省させ、一人一人に自分が悪いと総括させたと捜査関係者。八条一間は壮絶な暴力の場と化していく。隅田美代子が暴行に使ったとされるのが。 通信販売のカタログを固く丸めた芝希望だ。これで目や口をつく。耳が裂け、唇が切れ、かさぶたになるとまたついた。自分がいないときは、発言や暴行を記録した報告メモを提出させた。納得のいかない発言を見つけると、なんで、叩いてへんのや、と追い込んだ。全員が外出を禁じられた。2011年7月には、隅田美代子は、 カズ子さんに高層マンションから飛び降りろと指示、カズ子さんは実行できなかった。この頃河川村博之の娘にも虐待が行われていたと思われ、近所の人が、外に長時間立たされているのを見て、鍵がないのと聞くと、外は涼しいから、と娘は答えた。2011年7月下旬、カズ子さんが、再び逃走のために、親族へ電話をしたと。 河村博之が隅田美代子に告げ口。和子さんへの虐待はさらに激しくなる。隅田美代子の指示で、食事は1日1回、時々2回、トイレは1日2回まで。8月中旬以降、飲み水1日 500cc 以下にし、眠れことを制限。和子さんが勝手に水を飲むなど、制限を守らないと、河村博之らが、顔や頭を殴り、太ももを蹴り、 居眠りをしたら殴り起こした。自宅近所の公園では、隅田美代子らが、河村弘之の長女を暴行する姿も目撃されている。2011年夏のこと。夜9時ごろ小学5年だった由美の娘が、公園で、隅田美代子、カ由美河村弘之の4人に、頭や腹を殴られとった。娘は、泣かずにうっと耐えていた。止めようとしたところ、 隅田美代子に、家庭のことやから、口出さんといて、と怒鳴られた。ギョロ目で過ごむので恐ろしかった、目撃した女性。その後、警察が来るまで、4人は、娘を20分間も殴り続けていたという。告げ口システムの成立の河村証言、隅田美代子は、子どもの養育問題などで、毎晩のように家族会議を開くよう強要。 次第に隅田美代子がいなくても家族間で監視し合うようになった河村の証言。自分が暴力の標的にならないように互いにあらを探すようになった。誰も信用できなくなっていった。隅田美代子の意向を受けて虐待の矛先が次々変わり、誰が標的になるかが一番大事なことになった。自分で考えることができなかった。息を吸う以外は隅田美代子に従っていた。 指示以外は、怖くて何もできなかった、河村の証言。要は、家庭の中で序列をつけて、互いに暴行させていた。トップは隅田美代子で、一番下が和子さん。その和子さんが死に、隅田美代子と利政則は、河村博之に命じて、死体を生きさせた。その後、隅田美代子から、自分一人で、和子さんを殺してコンクリート詰めにして、海に捨てた。 と遺書を書をいて自殺しろと脅され、川村博之は命令に従い、車で海に突っ込もうとした。その現場を県警に発見、逮捕されたのです。かえとゆみも、川村から暴力を受け、食事もまともには食べておらず、逮捕時には、2人は、体重30キロ台まで衰弱していた社会部記者。他シの告げ口をせず、他者を殴ることをしない和子さんが、最下位の犠牲者の息になった。 最下位となっていた、由美と和子さんは、手錠でつながれ、長時間ベランダに立たされた、由美の弁護人。す田美代子は、電話で、連日、河村弘之に、家族会議の議題を示し、話し合っておけと、指示。す田美代子は、途中経過を電話で聞き、中断を許さず、進行を妨げた者には、食事や水を抜く罰を与えるよう、河村弘之に命じた。 居眠りをした和子さんと、由美に、川村博之やカエが暴行を加えた。大江和子さんが衰弱してもなお、墨田美代子は構わず暴行。最後は、うめき声を上げる大江和子さんに対し、娘であるカエ、由美にまで暴行させ、川村博之には、そのままやらしときと指示した。捕まってから1ヶ月後の2011年7月に、和子さんは、娘に殺されると、 通行人に助けを求めたが、すぐに連れ戻された。さらに、2011年8月頃内鍵のダイヤル状が取り付けられた。暗証番号を知っていたのは川村博之だったという。自分を自分で殴らせる、由美は、隅田美代子に、私があんたやったら、自分で、自分の顔殴るわ、と言われ、自分の顔を殴り続けた。隅田美代子に、なんや、 もうしまいかと何度も言われ最後は足元が見えなくなるほど顔が腫れ上がったと証言した川村の証言ユミは日常的に自殺を迫られていたユミは隅田美代子から自殺を強要され高層マンションに連れて行かれたが事なきを得たその際母の大江和子さんが良かったと話したことから隅田美代子は情けをかけたと言って 大江和子さんの顔面をサンダルで殴り、身内のことは身内で正らせと、家族にも、大江和子さんへの暴力を強要したのだ。弓の証言、和子さんへの暴力は、叩く音が小さいと、本気で殴らんかい、と、家族会議で問題にされ、弓は和子さんを虐待するのに、手加減をしないようになっていた。彼の証言、2011年8月以降は、和子さんに、2日に1回は、暴行や虐待をした。 隅田美代子がいなくても殴ることに抵抗はなかった。近所の人は、この頃夜中に、ドスン、ドスンという音が部屋から、するのを何回も聞いている。川村博之は、1年足らずの間に、体重が15キロ減り、寝ないで話し合いを続け、食事をする気にもなれなかったと証言。ある捜査員は、疲弊しきって、思考能力が奪われていたのだろうと分析する。そのうちに 暴力が和子さんに集中するようになった。河村博之は、その理由を、すぐに居眠りをして会議が進まなくなったから、と法廷で述べている。和子さんの素行に問題があると判断されれば、顔や頭部を、平手や新聞紙を丸めた棒での暴行も辞さない。頭部を足で踏みつけ、背中を足下にするなどの暴行も行われた。娘が、親に、残虐の限りを尽くす。 その、修羅を、後ろでじっと眺めていたのは他ならぬ隅田美代子である。大江和子さんは、死ぬ直前、こういうのが精一杯だった。もう死にたい、殺して。和子さんが死亡する前日、隅田美代子は、直接虐待に加わり、弱って動けなくなった和子さんを、まだ猿芝居しとるんか、と言ってサンダルを履いたまま、顔を踏みにじった、川村の証言。この時、隅田美代子と共に、 とユミが芝規模カタログを固く丸めたもので目や口をつく耳が裂け唇が切れ髪の毛を持ってはたいたりしていた川村の証言ユミの証言隅田美代子がいなくても誰かが隅田美代子の気に食わないことをすれば殴るのが当たり前になっていた母である和子さんが死亡した時母が弱っているふりをしていると思った 猿芝居するなと言いながら姉、かえと殴った。2、3発殴っても表情が変わらなかったので、確認すると脈がなかった。河村博之は、和子さんが死亡したとき、どう感じたかの質問に、何の感情も湧かなかったと、偏重体機能停止状態の心理を述べている。そして、こうした暴行、虐待の末に、2011年9月11日頃大江和子さんが死亡する。 66歳だった。墨田美代子らは、遺体を腐らせないよう、数日間、マンション内の氷が敷かれた浴槽に安置したという。2011年9月16日、河村博之は、墨田美代子の片腕塗り正則と共に、ドラム缶とセメントを買い、近くの倉庫で大江和子さんを詰めて息する。暴行を受けている和子さんの写真を残した。 大江貝が逃走し、警察に駆け込む、そして逮捕される隅田美代子。母親の和子さんが亡くなった後は、虐待の対象は貝被告に向かった。母親を殺めてしまったことで、自責の念に駆られた貝を、隅田美代子は徹底的にいたぶった。自分に、矛先、怒りや暴力が向くようになった。殺されるか、生き埋めにされると思った。今度こそ殺されると怖かった。 2011年10月30日未明、河村博之と杉田美代子は、かを夜中に、マンション近くの路上に停車している車の中で、何度も殴り、左まぶたに、タバコの火を押し付け、そのままアパートに連れ帰ると、服を脱がせて、下着姿のまま、両手首、両足首をガムテープで巻きつけ、監禁した。脱出しようにも、内鍵の暗証番号は、教えてもらっていなかった。 河村博之も部屋に残っていた。気づくと河村博之が眠っていた。隙を突き、両手首に巻きつけられた布テープを噛みちぎった。彼は、同午前8時ごろ、2階の窓から飛び降り脱出できた。彼は、交番への駆け込みが失敗しないように、次のように工夫をした。尼崎周辺の交番では、隅田美代子が手を回し、連れ戻されるので、 遠い交番としたそれも直ちに駆け込めば警察ネットワークを利用され尼崎署に問い合わせが行き隅田美代子へ連絡されると考え大阪市内のホテルに2泊し4日後としたこれはうまく隅田美代子の動きをか乱した2011年10月30日逃走し11月3日大阪帰宅交番に駆け込む妹夫婦がトラブルになって 母親、大江和子さんが死んだ。彼が、交番で最初に相談したのは、こんな内容だった。確かに、彼は顔を負傷している。大阪府警は、話に信憑性があると判断し、ヶ崎市を管轄する兵庫県警に連絡する。彼の逃亡で、事件の発覚を恐れたのだろうか。隅田美代子は、別の手下仲間に指示し、大江和子さんの遺体の入ったドラム缶と、 同じ場所に一緒に保管されていたもう一つの死体、橋本次郎さんの入ったドラム缶を別の場所に移動させ、すぐに河村博之に遺書を書かせている。和子の遺体処理は全部私がやりました。遺体を詰めたドラム缶は天ヶ崎港に捨てました。私の資産管理は墨田さんにお願いします。自殺するしかない。2011年11月4日夜。 川村博之と由美は気持ちを固め、小学生の次女と共に、尼崎市内の駐車場に止めた車の中にいた。そこへ、行方を追っていた兵庫県警の捜査員が急行、身柄を確保し、間一髪で自殺を食い止めた。並んで止まっていた車には、隅田美横らが乗っていた。最後を見届けようとしたのだろう。もう少し遅ければ。 一連の事件は闇に葬り去られていたかもしれないと捜査幹部は語る。ユミは耳が欠け、唇はえぐれていた。話しかけても、放心したように無表情だったという。体重が、激痩せ状態のが死寸前で、35キロしかなく、3週間ほど入院した。そして、同日、彼に対する障害容疑で、川村弘之、住田美代子を逮捕した。 捜査関係者によると、墨田美横は、河村博之の子供と養子縁組し、財産などを管理できる法廷代理人になる計画も立てていたという。捜査本部は、土地、建物の譲渡が監禁、暴行の背景にあるとの見方を強めている。河村家、大江家のその後、河村博之は、逮捕から間もなく、大江和子さんの遺体を遺棄したことを認めた。県警の捜査員らは、 2011年11月7日深夜、家族のマンションから約600メートル離れた貸し倉庫でコンクリートが詰まったドラム缶を発見。大江和子さんの死体の入ったドラム缶は、隅田美代子の親族らによって、一旦は別の場所に移動させられたが、河村博之の逮捕を受け、他の事件の発覚を防ぐために、あえて発見されるように、すでに元の場所に戻されていた。 2011年11月9日にコンクリートを除去すると、底の部分に大江さんの変わり果てた姿があった。大江和子さんの遺体は、通常体重41キロが、死亡時は22.5キロにガリガリに痩せていた。司法解剖の結果、肋骨3本と喉の骨の一部が折れていた。胸や腹に暴行を受け、喉を圧迫されたとみられる。兵庫県警は、 2012年11月26日、死体遺棄容疑で、河村弘之、墨田美代子を再逮捕した。さらに、驚くことに、傷害事件で被害者だった長女のカエも、死体遺棄事件では、次女の由美41、墨田美代子と同居する親族の男、利正則、38、と共に新たに逮捕された。発覚時に被害者だったカエはいつの間にか、容疑者に立場を変えていた。 川村弘之の長女は、当時住んでいた、隅田美代子のマンションに現れた捜査員を見て、嫌だ、嫌だと叫んだという。二人の子供は、今、児童相談所に保護されている。大江さんの親族は、隅田美代子に対して、子供のショックは大きく、回復には、かなり時間がかかるようです。正直、死刑にするくらいでは、まだ足りない。お母さんのような極限の空腹状態を、一 味合わせててやりたいいとししさをとろしている裁判発覚の短所となった大江和子さん当時66の死亡をめぐる事件で傷害致死などの罪に問われた3被告の裁判員裁判の初公判が2013年9月25日に神戸地裁であった隅田美代子は捜査本部の調べに川村容疑者から相談されて大江さんを遺棄したと主犯はあくまでも 河村之だったとの趣旨を供述三被告は和子さんの長女の嘉四45次女の由美42とその元夫の川村博之43この事件ではすでに三横元被告の義理の糸子紀正範被告39に対して死体遺棄などの罪で懲役2年6ヶ月の実刑が確定している三被告側は事実関係を認めたが同時に 隅田見よこらによる暴行などで、心神喪失に陥っていた、と無罪を主張。後半では、その凄まじい実態が示された。法廷の弓被告は、両耳が大きく膨れ上がって変形し、眉のあたりにも傷があるのが見えた。隅田だよこらの暴行によるものという。河村弘之の親族が語る。隅田だよこは、本当に無茶なことを求め、従わないと殺されかねなかった。 信じがたい事実を、きちんと法廷で話してほしい。河村は、逮捕直後、悪いのは自分です。隅田さんに迷惑がかかると述べ、取調べ官は隅田美代子を崇拝しているようだった。あの方、隅田美代子に褒められたいっていうような何か、そんな気持ちがあったようには見えましたと話す。河村博之は、隅田美代子から受けた恩は大きかったとも述べた。由美とカも、県警の調べに対し、 隅田を崇拝するような心情を口にした取り調べ官という。ユミは、隅田さんと呼んでいた。約2年後の公判が始まる頃には、隅田と呼び捨てにするようになり、呪縛解放、偏重隊の機能が回復が始まった。彼が逃走し逮捕されてから2年がたった初公判の頃には、3人はほぼ呪縛解放し、判決が全て確定する4年後には、完全に呪縛解放した。以下は 3人が受縛解放した時の様子。由美事件時の記憶は断片的で、母、和子の死も実感できなかったが、少しずつ感情が戻ったと証言。当時は、すべてが異常な空間、異常な空気だった。母に心よりお詫び申し上げます。かえ、全員が死に向かって突き進んでいた。異常だったと証言。 母の命を奪った現実を受け入れないといけない。罪を一生背負い続けていく、当時の母の痛みや辛さを思うと、胸が締め付けられる。本当に申し訳ない。正直に話すのが母に償う、唯一の方法だと思ったと、泣きながら述べた。検察官、今は、隅田美代子について、どう思うかにかえ、隅田美代子がどうあれ、自分が悪かったとしか思いません。 母や妹に対し、ちゃんと愛情を持つ人間であれば、助けてあげないと、と思うことができたはずと、涙で声を詰まらせ、うまく脱出し、警察へ駆け込めたので、そのことが、今は心の支えと述べた。河村博之、隅田美代子がもういないと思っても、体が恐怖を覚えていて、未だに拭いきれない。私が、もっとしっかりしていたら、和子さんが死ぬことはなかった。本当に残忍なことをしてしまい。 一生かけて償いたいと泣きながら言葉を詰まらせた。今一番思うことは、の問いに、弓に対しても、いっぱい暴力を振るいました、生きててくれてよかったと答えた。判決、川村博之。2014年10月3日に、一審のうち、懲役3年6月とした部分を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。大江海えと大江博美。 2015年10月15日、最高裁第三小法廷、岡部清子裁判長は、原告の上告を棄却する決定をした。外被告を懲役3年、執行猶予4年に、弓被告を懲役2年、執行猶予3年とした、二審大阪高裁判決が確定する。決定は、2015年10月13日付。